ヤンコグンソーのレディオコーナー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 、皆様いかがお過ごしでしょうか。12月は個人的に夜勤が多くてちょっと大変な季節です。いきなりカミカミになりましたね。このラジオコーナーも編集すれば何回でも撮り直しができるんですが、あえてほぼ一発撮りでいつも録音してみます。なのでカミカミもご了承ください。でも今更ですね、いつもカミカミですから。それはさておき、ちょっとラジオで聞いたのですが、以前国民の皆様に配られたアベノマスクってありますよね。アベノマスクが不評でなんかもらい手がいなくて、ものすごい量がなんか在庫として余っちゃってるそうなんですよ。ちょっとラジオで聞いたんですけど、それの3月から8月までだったと思うんですけど、それの保管費用だけで6億円かかってるそうなんですよね。すごいですよね。それはさておき、突然話が変わりますが、いよいよもうクリスマスがやってきますね。そこで毎年クリスマスが来ると思い出す、ちょっと私のエピソードを一つ話します。もうかれこれ10年近く前の出来事なんですけど、クリスマスの日に夜ドラッグストアのクリエイトっていうところに行ったんですよ。そこでちょっと買い物をして、私はいつも軽ワゴン車を乗ってるんですけど、軽ワゴン車の後ろのリアのハッチバックのドアを開けて荷物を積んでたんですよ。その時ちょっと妻も一緒に買い物一緒に行ってて、妻はそれでちょっと身長が低いんですけど、普段ハッチバックのドアを閉めてはくれないんですけど、その時に限って荷物を私が積んだ後にジャンプしながら、えーって閉めたんですよ、ジャンプして。そしたら私はまだそのハッチバックのドアの内側に行って、そのまま頭にバーンって猛烈な勢いでそのハッチバックのドアが当たって、一瞬頭の中もう真っ白になってちょっとかがんじゃったんですよ。そしてすぐ我に返り、じろって思わず鏡ながらうちのかみさんの顔をちょっと見上げちゃったんですよね。うちのかみさんもちょっと怖いんです人なんですけど、なんか文句あんのかよって言われて、そこで文句あるなんて言ったらちょっとこっちがまた殺されちゃうんで、ちょっとあるわけないじゃないかって言ったんですよ。そしたらかみさん、じゃあなんで睨みつけるんだよこの野郎、もし文句あるなんて言ったらただじゃおかないとこだったけど、まあいいだろうってちょっと許してくれました。でも一体何だったんでしょうね。なんか私は被害者なんですけどね、一応かみさん曰くそれが私からのクリスマスプレゼントだっていうことでした。あとはクリスマスが終わったら今度お正月のちょっと出来事もちょっと思い出しちゃったんで、こちらも一つお話しします。これもやっぱ10年近く前なんですけど、元旦か2日か そこらの、まあ、お正月中のエピソードなんですけど、お正月早々ですが買い物に行ったんですよ。それで買い物中ちょっと些細なことでちょっとした口喧嘩でもないんですけど、ちょっと言い合いっぽくなっちゃったんですよ、私とかみさんが。その時の私の髪型ちょっと短髪で、まあ坊主だったんですけど、ちょっとかみさんが軽く私の頭を引っ叩いたんですよ。そうしたら坊主だったもんで、まるでビンタされたかのようにペチーンってお店の店内に響いて、その瞬間他のお客さんが私の方をじろって見たんですよ。で他のお客さんはおそらく思いっきりビンタされた音だと思ってじろって見てるんですけど、かみさんもなんか気まずくなったのが去っていなくなっちゃったんですよ。そしてその現場に残されて私はなんかみんながなんか私の方を見てるんですよね。なんかお正月早々本当にちょっと嫌な気分でしたね、あの時は。まあ神さん役これお年玉だったんでしょうね。でもその買い物の帰り車の中で笑ってましたよ。まさかあんな音が響くとはって。こちら偉い目に遭いました。あ、もうお時間です。いつもご視聴ありがとうございました。